これより第2回ドラフトリーグ決勝戦を行います。前回3位、正義監督優勝。よろしく。はい。前回王者巨大グライアンツ監督大輝監督優勝。小田光さんの その笑い方やめろ。やってっか。やってこ。はい、さあ決勝戦やってきました。はい、決勝戦。決した漆黒の首が。決勝戦です。前回曇ってたから。なんだ。一緒やって。ただ先発中村優ってことは。ゼフ長か。あれ。じゃあオーダー変更から。じゃあ緊張のねオーダー。武田武田がもうやばいんだけど。武田絶好調。やっていきましょう。じゃあ、え、武田ってカーブやるんですか。よしよし。武田さんと雄星さん、また不調だ。エース失格やん。ちょっと武田いやもう、ね、言わせてもあり。まあ、いや怖いな。通用しないボールなんだよな、大輝。あんまり。あ、そう。うん。まあ、じゃあ武田で行きましょう。いや、武田を教えましょう。はい、武田の、うわー、大谷通用しないんだよ。マイコラスが、まあ普通ですね。どうしよっかな、ね、調子もね、重要だからね。え、マジでどうしよう。中村優ちゃん、いや、絶対嫌だ、これ絶対使えたから。じゃあ、5番です。いや、ここ重要。いや、俺はもう絶対優勝してみせます。おえぇ、優勝できるか。誰よ。いや、大谷強っ。いや、最後やっぱエースでいくわ。おぉ、なぜ通用したマイコラスを最後に。いや、これはいい考えだ。逆にやっぱり連続が通用しない。あ、なるほどね。そういうことです。もう、連続取れてる。ここまでね、首位に輝いたチーム。ここでいいです。おお、さあ決勝戦のスタートだ。大谷見逃すな。うその目に焼き付けろ、その焼き付けろ友情、ま、俺はランド戦したいから。じゃあ負けるわけにはいかねえんだよ。俺もだ。投げました、初球を打った。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番茂木。スローカーブ見送ってストライク。緩急がね、危ない球。第3球はやばいのよ。スローカーブ、ボール、ね、膝元外れます。カウントは2ボール1ストライク。打ちました、ファールボール。追い込んでから第5球投げました、インコース引っ張って、クリーンヒット出たぞ。バッターランナーは1塁蹴って2塁へ。いやー、やられた。小木、いいバッティングを見せました。メローニ、先制のチャンスを迎えます。わー、ロペスで迎えるバッターはロペス。この後に控えているのはメレール。変化球ストライク、アウトローへ。逆らわずに右へ、ファール。第4球を投げました、打ちました。今宮掴んだ、ショートから一塁送球。いや、俺はちゃんと見てるから。メローニ、なおもチャンスが続いています。打たせませんゲレールなんて。怖いバッターが続きます。見送ってボール、カウントはワンボール、ワンストライク。打った、右、よーし、よっしゃー。点をあげませんよ。あげませんよ、僕は。負けだ。お前の力を見せてくれ。高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターはヨウ、投げた、縦のスライダーはストライク。まずは決めてきました。今のブースはね、ボール、カウントはワンボール、ワンストライクです。絶好調やからね。打ちました。これはやばい。これはジャンピングキャッチ。これダメだよ。これでワンアウト、ランナーはありません。早めなカーブじゃないとね。投げた、低め決まってストライク。これちょっとまずいんじゃない。投げた、2球目空振り。これで追い込みました。投げた、流し打ち、どうだ。あ、SS ドンズ、やべ。打ちか、うまくさばいています。左バッター多分打ちやすい。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー大谷。第2球、大谷マジで打つからな。投げた、打ちました、ショート右横のゴロ。
アウト。いやいや、大谷もいつか取らないもん。え、2回の表、これが本当には取れない。この回のトップバッターは、第2球投げました。スライダーボール、カウントワンボールワンストライク。これ通用しないんだよね。投げました。外角、フォークは外れてボール。カウントはツーボールワンストライク。一塁送球、うまい。アウト。内川、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。マッチはね、これでワンアウト、ランナーはありません。第2球、マッチはもうストレートで投げました。見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。投げました。3球目空振り、タイミング合いません。投げました。打った。サードの左、グランナーボールを掴みます。SS だぞ、SS だぞ。左バッターボックスは7番上林、初球から打ってった。今宮取った。よーし、ナイス。スリーアウトチェンジ。1、2回動かねえな。メロー2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。この回の先頭バッターは筒香、初球から打って、あー、さあ次の投球投げた。これはいい。あー、すごい。直線あー、出た。あれだ、ローランパターン。発球が無情にも使ってないパターン。決勝なので、この1点はやばい。やばいね。さようならします。これがあるんよ、パワープロは。パワープロはこれにも泣きますから、ね、よっしゃー、これはやばい。メロー、うわー、重い。第9、いけるか。ボール、これは完全なボール球。鈴井さん、この前このままあー、いったの勝負です。完璧に捉えた。打ちました。よっしゃー、守ってるわ。メモリはファースト、よっしゃ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 。やっぱり菊池なのか。バッターは7番グラタ、投げた、きたー。よーし、カウサイキャンドー。ふぅー、むいぞ。これはやばい、これはやばい、これはやばい。よしよしよし。なんでいつも決勝戦はこんなゴミ試合になるんだ。第9、やばいよ、あと1点で投げた。ゴールになっちゃう。ファールボール、さよならだ。初球ファールから、あと1点で、よしよし。投げた、2球目空振り、これで追い込みました。あー、小林さん、投げた、打った。あ、ショートバウンドボールを掴んだ。川崎、軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、打ちました、引っ掛けた、当たり底でのサードゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に返って、よう、今日早くも2回目のバッターボックス、初球を打ちました。よし、抜けた、よし、やばいぞ。いいバッティングを見せました。右バッターボックスは2番今宮、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。アウトコースをつけた。よっしゃー、ちょっとやばいぞ、これは。これ変えられると、あ、もうさよなら、やばい、さよならだ。あ、さよなら、あっという間に終わってしまった。決勝戦、嘘って言ってくれよ。俺コールド負けなんですよ、ない。そうだ、初のコールド負け。調子良すぎた、ちょっと強っ。この前の経験、それって。決勝、あーあー、決勝これだったんだ。決勝は2回からやばすぎだろ、なんでコールド決勝でいつも。しかも今大会俺、強兵に優勝できるし。本当だ、強兵がなんか一通えみたいな。あ、じゃあ俺優勝で。ダメです、ダメです。僕のチームは投手、そう、そう、課題見えてくるよね。俺もね、みんな課題言えば一つずつ。ああ、今シーズンは。てか、3位決めはしなくていい。ないです。じゃんけんでいい。じゃんけんで、あ、じゃんけん、今決めてもらって、はい、あ、もう負けた方がいいよ。あ、そうだね、負けた方がいい。ドラフトに響く。負けた方がいいよ。最初はグーじゃんけんぽい。はい、これでしょ、はい、これでしょ。よし。お、でもビリだよ、お前。あ、リボンがビリ。リボンさんはもう引退。あ、引退か。全然ビリでいい。だって超4人取れる。えぐっ。俺投手死ぬじゃん。3位っていうのが一番だるいからね、多分。あ、じゃあどれ一人だけ上げるとしたら、あ、まあ、なんかどういうの欲しい。あ、ピッチャー、完全にピッチャー。俺はピッチャー。あ、そっか、もう取られんのか。マイコの決定してるの。マイコ多分誰も取ってるの。どっちかに出ていかない。そうだね。俺行くよ、マイコ。え、でもまあメッセ持ってんじゃん。持ってる。なんかどういらないじゃん。いや、でも正義は取るかもしれないじゃん、マイコ。別にマイコそんな好きじゃない。俺ピッチャー誰取ろっかな。でも大谷はまあ一応いるから、うん、まあ一応ね、大谷に頼るしかない。強いね。僕は、まあ、あのセカンド取りたいです。ああ、セカンド守れるやつを。誰いる。俺セカンド取ろうとしたんだけど、寺内さんがめっちゃ使えるから。もうここで言った方がいい。リボンのチームから取れない。あ、そうだね。
そうだね、これなんでなんですか、取れない取ってよくないですか。またリボンさん急に参戦するパターンありますから。そうだね、そう第5回。いやもうやめたやつに興味ねえわ。森さんがやりたいやつだった時に、まあ、そうだね、じゃあリボンの、そうリボンチームはなし、ね、見よ、うん、まあ打てるやつ、あ、でもいいよ、バカみたいな答え。なるほどね。はい、ということで終わりました。チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします、2連覇です。第3回ドラフト会議でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ、バイビー、2連覇ありがとう。もうこいつマジでぶっ殺す。